する側になってる。おはようございます。どうも、おはようございます。このね、和也くんが火曜枠に参戦いたしましたよ。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。なんか自己紹介的な、はい、的な、そうですね。じゃあ自己紹介の方させていただきます。ゲンズグループ、2部の、クレイジー所属、カズヤインザスカイと申します。インザスカイで、カズヤインザスカイです。え、それ名前、はい、今つけたとかじゃなくて名前、名前です。すごい、めちゃめちゃえって言われるんですけど、でしかも今カズヤってひらがなになってるんですけど、僕あれなんですよ、名前はカズヤインザスカイなんですけど、全部横文字なんですよ。しかも全部大文字なんですよ。へえ、はい、はい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 、そんな感じですね。インザスカイね。インザスカイですね。空にダイブしようよみたいな。やばっ、ブーンって超かっけえよ。すごいですね。いつもこれ見てる側なんで、僕は多分普通の女の子よりもホスト好きかっていうぐらい、僕ホストが好きなんですよ。だからすごい不思議な感覚ですね。いつも見てる側なんで、ナイトチューブさんとか、はいはいはい、東条誠さんとか、はいはい、やってらっしゃるじゃないですか。あんま誰か分からんけど。分からないんですね。俺はホスト興味ない。なるほどっすね。全く興味ない。興味ないんすか。全く、みじんも興味ない。はいはい、だから見ることもないし、基本的に。はい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 、どうでもいい。僕は結構ホストめちゃめちゃ大好きで、はいはい、イケメンが好きなんです。ゲイ、多分ゲイではないです。ゲイではないですよ。ゲイではない。ゲイじゃねえよ。手がゲイやね。ゲイではないですけど、イケメンを見てるのが目の保養になる。じゃあ美女とイケメンを見る、どっちかって言ったら僕はイケメンを見てる方が楽しいんですよ。なぜ、なんでかって言ったら勉強になるんですね。この人は撮影の時、雑誌の撮影とかいろいろあるわけじゃないですか。宣材写真とかの撮影の時に、あ、こういう手の置き方とか、こういう手の向け方とか、はいはいはい、するんだとか、うん、こんな顔するんだとか、はいはいはい、あ、こんな変顔もしちゃうんだみたいな。勉強に、勉強になるんですね。はい、あ、はい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 、はい、そんな感じね。はい、じゃあこれ あれですか、はい、よくやってるんですよね。乾杯しましょう。いただきます。二日酔いなんでアクエリアスですけど、いやもう僕二日酔い通り越してもあれですね、ちょっと緊張しちゃってたんで、はい、アルコール入れてきてるんですよ。ああ、はい、てか二部やから。いやでも今日休みやったんですけど、はい、軽く缶チューハイ5本ぐらいいっちゃってるから。まあまあいったな。だからロレツがもう回んなくなったら本末転倒なんで、そこら辺はこうやって上がっていくんですね。カメラに決め顔くださいって言われてます。カメラに決め顔っすか。じゃあジェントリー東京の志崎雷さん、雷主任がいてるんですけど、その人、その方から直々に僕はいはい、ポーズ、ライライさんポーズがあって、ライライさんちゃんと許可を得てこれ使っていいよって言われてるんで、はい、いきますね。いきます。カッコつけます。めっちゃいきます。まだ板につかないですね。いや好きよ。変顔を言われてますけど、ね、ゲイだよとか言われてる。すごいっすね。今日休みっす。今日休みっす。結構長いんすかこの業界は。長いっすね。長いのかな。5年間いてますね。夜の世界は。大先輩じゃないですか。5年間いてて、まあ、ホストだけじゃなくて、いろいろアンダーグラウンドな世界で、出身が宮城県で仙台やったんですけど、国分町とかってあって、はいはい、そこでこの間行きました。あ、そうなんですか。ちょっと法に引っかかってしまうようなキャッチとかをやってたりとか、いろいろしましたね。はい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 、そうっすね。あとは言っていいのかわかんないですけど、このナイトチューブさん自体アンダーグラウンドの世界だと思うんで、もう言っちゃいますけど、
あの普通にあのバカラとかの桜とかやってたりとか、へー、あの普通に違法風俗店のキャッチとか、あのいろいろやってきてます。もう、はい、今今日ここ出るとき多分警察張ってますから。え、マジっすか？ちょ怖いっす、そういう脅しやめてくださいよ、ちょっと。なんで夜の歴は総合したら多分7年間とかやってますね。結構長いですね。結構長いっすね、はい。大先輩ですよ。いや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 、俺もキャバクラのボーイぐらいかな、でも夜含めるなら。あ、キャバクラのボーイさんやってたんですね。やってました。キャバクラってすごいいいなと思うんですよ。あの、頼ってきてくれるじゃないですか、ボーイさんとかに。まあ、いろいろ、まあ、いろいろ、まあまあ、あると思うんですけど。いろいろありますけど。いろんなストレスもあると思うんですけど。面白いかったっすよ。あ、面白い。しかもこう、トレンチの持ち方とかいろいろ勉強になりましたし、やっぱり。あ、あれですよね。礼儀とか。あの、顔の上より高く、そうそうそう、この辺で持って、いないといけないし、しかもなおかつ3本の指でトレンチを持たないといけないとか。これでこうやってファーストセットとか行くと、はい、あのお店でかっこいいで、あの指名もらったことありますか？それ指名っていうか場内というか。いやだから分かんないんですよね。あのどこがかっこいいのかと。トレンチの持ち方の、そうですよね。あの例えば結構聞いたことあるんですけど、あのコールがうまいからかっこよく見えたとか、顔がかっこいいとかじゃなくて、その立ち振る舞いがかっこいいから、なんかちょっと締め入れたりとか場内入れたりとか、そうですね、っていう話を聞くんで、だから女の子ってやっぱり見る視点ってやっぱり男とは違うんだな、そうですね、って思うんですよ。僕はもう顔、胸、足みたいなのがありますからね。はいはいはい、男は単純ですからね。みんなそう、そうなんですよ。もう本当にもうなんか、そうなんですよね。あの谷間さえあればちょっと目がいってしまうみたいなところあるんで。まあいい意味で、はい、そもそもあのおっぱいの谷間っていうのが、あの下のね、ここのあのバレ目の総称みたいな。そもそもそっからの目がいっちゃうみたいな。だから女の子は谷間作ってなんぼみたいな、男の目を引きつけて、そう、それは間違いないみたいなところもあるみたいですね。いや、みんなそうですから。本当にこいつやべえ言われてますよ。こいつやべえ、どっちどっちどっち、僕っすか？やばいっす、やばいっす。あのクレイジーです。クレイジーに所属してるだけあってクレイジーです。あ、あんな文字ないインザスカイ。インザスカイ、あ、これっす、はい、そうっす、そうっす。しかもあの、かけるじゃなくて、あの、小文字の X なんですよ。あの、詳しく言ったら、すいません。ひらがなでインザスカイって書くとかわいい。すごいっすね。あー、やばい。今日はね、もう。はい。あれっすか、絶賛二日酔い中ですか。そうです。すごい、ほんとに。いやー、最近がもう、はいはい、肝臓弱ってきて、やばいの。肝臓っすね。肝臓に効くお茶、なんか聞いたことあるんですけど、あのマリアアザミっていうお茶が肝臓に効くみたいですよ。マリアアザミっていうやつが。あー、ちょっと調べときます。あの日本のはなんか効き目が弱いみたいなんで、海外に取り寄せて、はい、海外に取り寄せてやった方がいいらしいですね。なんか薬事法とかなんかいろいろ海外だと引っかかるみたいなんで、マリアアザミが効くみたいです。インザスカイは何歳なの？僕今28歳ですね。大先輩ですよ。おっさんっす。大先輩。あのギリギリ昭和生まれです。で、えとはあのすごい、あのやっぱり12えとの中でも一番かっこいい辰年です。めっちゃかっこいい。そうなんですよ、龍なんですよ、龍。かっこいいんですよ、辰年で。相当若く見えますね。あ、もう若作りめっちゃ頑張ってます。はい、ケア的な。そうっすね。でもあの休日はもうおっさん、おっさん全開っすね。あのひげめっちゃ生やす、ジャージっていうか、あのユニクロとかで売ってるようなスウェット、はい、スウェット着て、ダラダラ過ごします。音楽聴いて。いや、まだスウェット着とるならまだマシかな。まあまあまあ、だって家の中なんで。パンイチ。あ、夏の時期はパンイチが一番いいっすね。いや、基本パンイチ。基本パンイチ、間違いない。冬も夏もパンイチ、一番いいっすよね。
でもたまに全裸って人言ってるんですけど、あ、全裸になりたいよ、どっちかっていうと嫌じゃないですか。だ、例えばだってバイチでおるってことはソファーなりえベッドなりに行ってるわけじゃないですか、布団なりに。なんか自分のね、あの、アコが直接的に触れたらさすがに不衛生じゃないですか。いやいや、めっちゃ綺麗やから、もうめっちゃ綺麗。僕がちょっと抵抗あるっすね。パンイチで痩せろとか、すっごいさっきから痩せろ痩せろ、あざっす、ちょっと顔がむくんどるからやばい、もうむくむくっすよ僕も。もう連日連夜もうお酒もう浴びるほど飲んでるんで、もうやそれほど強くないっすけどね。ニブってすごい飲むイメージありますけど、いやでもやっぱりワイワイ飲み飲み系ですね、やっぱりどこも、はい、大体で、はい、なんでホストになったんですか、そんな2部か、最初から2部なんかわかんないですけど。あ、僕先月の、8月の7日、8日から働かせていただいてるんですけども、はいはい、ぶっちゃけ2部がいいとこなかったんですよ。で10店舗体験入店もあったんですよ。めっちゃ回ってますね。軽い体験話なんですけど、すいません、ご迷惑おかけしました。数々のホストクラブの店舗とか。で、まあ、クレイジーさんは、ゲームグループのクレイジーさんは、もう肌に合う、何が肌に合うかって言ったら、やっぱりお店のシステムもそうですし、やっぱり従業員のそういう絡みとかもそうですし、あとは、なんといっても自分の肌に合うっていうのが、やっぱワイワイ飲み飲み、楽しく仕事ができるっていう環境が、一番いいんで、僕的に、個人的には、はい、っていうところで決めたっすね。はい、入ったと、それで。あ、そうですね、はいはいはい、そういうことね。すごいっすね。何歳までホストやるのって言われますか。もう僕35歳ぐらいまでやろうかなと思ってます。ゴリゴリで。はい。まあちょうどあれですね、サッカー選手が引退を考えるぐらいですね。あ、好きなんすか。大好きですけど。あ、僕もサッカーやってたんで。いやーね、ちょっとアジア予選やばいっすよね、日本も。あ、そうなんすか。やる方は好きなんですけど、見る方は別に好きじゃないんですよね。まあまあまあ、どうでもいいんですけど。ホストの寿命ってなくないですか。酒飲めんくなったらみたいな。いや、もう酒が飲めんくなったらっていうか、もうなんか最近なんですけど、ホストの世界って変わってきてるなと思って、多分年齢が上がってってると思うんですよ。アイドルもそうなんですけど、アイドルもスマップとかだったり、もう40のおっさんになってもアイドル歌ってるわけじゃないですか。なんならマッチとかもそうじゃないですか。で、それと同じように、なんか昔はアイドルも寿命が短かったイメージあるんですけど、ホストの業界も年齢層がだんだん押し上がってってるなっていうイメージがあって、だから35なんか全然まだまだいけるかなっていう考えなんですけどね。まあ、実際に有名店舗さんの、グループのトップダンディさんの、オゾンの代表さんのさつきさんが、はいはいはい、現に、まあ、35歳とかで。あ、詳しいですね。なんかいや、僕めっちゃホスト好きなんで。ホスト大好き。大好きなんです。そうなんですね。そうなんです。いやでも飲まんでもできますもんね、ホストなんて。そうっすね、飲まなくても現にあげてらっしゃる方がいてるんで、すごいなと思うんですよ。僕はシラフやったら、ね、ちょっと話せないし、打ち解けられないんで、だから新規につくときは、いかにそれまでに少しアルコールを入れられるかが勝負なんです。枕ってめっちゃ言われてます。枕僕まだ一回もしたことないっすよ。歌舞伎に来てからは。歌舞伎に来てからは。今のホストはカジュアルに。ああでもそれはすごい。そうですね、なんか結構多いですよね、3代目っぽい人たち。はい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 、また韓流的な感じとか。はい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 、まあ3代目とか韓流とか別に好きじゃないんですけど、今の時代の風潮がそういう風になってるから、ロング T シャツ的なね。そうですね、はい、今もそんな感じなんですけど、ロング T シャツとか着てるんですけど。いや今日でも米多いっすね。そうなんすか、米多いんすか。後半戦も期待できますよ。後半戦も期待できる。それではもう CM お願いします。
っちゃ飲んでますよ、さっきから、マジで。いやもう飲まないとね、緊張が解けないです。ビビるぐらい飲む。だって僕ら今あれですよね、視聴者の方何人いらっしゃるか分かんないですけど、軽くだってね、学校で例えたら全生徒100人、僕あの3クラスあって、100人ぐらいやったんですけど、それを相手にしてるような感じですよね今。まあまあまあ多分すごいですね、インザスカイ。びっくりするお酒飲んでますからね、高校生のドリンクバーぐらい飲んでますよね。バカみたいな、もう口の中がサハラ砂漠状態なんでもいやなんかでもあれですね、すごいいい感じの、はい、ウェルカム的な感じじゃないですか。あ、そうなんすか。あざっす。インザスカイ、インザスカイよりもみんな打ちたいだけじゃないそれも。おもろいなぁ。いや打ちたくなる。打ちたくなる。うわ、いいっすね。打ってくださいよ、もう。打っちゃいましょう。やばい、もう、最近、はい、ちょっと、体重計を買おうか迷ってるんですけど。なんでなんすか。じゃあダイエットせんなんなと。はいはいはい、ダイエットっすね。だからちょっと体重計をね、はいはいはい、だから今コメントでもすごい言われてますけど、痩せろと。ああもういいっすよね。この間の、はいはい、放送でも痩せたら指名で行くよとか言ってくれてたんで、はいはいはい、それ痩せましょう、うん、でもなんか僕本が好きでキーグニアとか行くの好きなんですけど、ちょっと内容は読んでないですよ。タイトルが食べて痩せる、最高。すごい矛盾してるなと。食べて痩せるってどんな内容なんやろと。最高。別にダイエットしたいとかないんで内容の中身見なかったんですけど、食べて痩せるってことは多分体にいい系のものですよね。例えばなんか、なんかちょっと、ね、便が出やすい的なやつとか、ね、食物繊維が多く含んでる野菜とかやったり、出やすい感じで、はいはいはい、逆に肉を食べたり、逆に肉だけやったら太らんって言いますからね。でも肉やったらそのタンパク質のささみかな、はいはいはい、ささみとか取ったりとか、わかんないですけどね。でもこれで今コメントあるんですけど、ダイエットしたらもう行かないっていう子もいるんですよね。まあまあそのね、ふくよかな愛嬌が好きっていう方もいらっしゃると思うんで、どっちかやと思うんですよ。自分がどっちに行きたいかっていう。これ、痩せるまで袖まくるなって言われてますけど、結構脂肪じゃないですからね、この腕はあんまり。今まで培ってきたあんまり脂肪じゃないですから、ねね。ありますから。もうね、痩せたら俺じゃないっていうのは、まあ、なんなんですかね。でも、ほんと難しいと思いますけどね。痩せたら痩せたで、はい、あれですし、はい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 、はい、太るはおかしいけど、現状維持もなんかなっていう、はいはい、じゃあ痩せるか、太る、太ったまんまやったら、じゃあ筋肉つけたらいいんじゃないですか。ああ、じゃあ、もうなんか筋肉か。だって女の子ってやっぱり屈強なね、筋肉好きじゃないですか、やっぱりガリガリ、ブヨブヨよりかはやっぱり筋肉がいいっていう子多いんですよ今まで。やっぱり僕が生きてきた中でだったら筋肉つけたら細マッチョ的なね、テンテンテンテルンテルンテ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 ルン、細マッチョ、テンテンテンテルンテルン。なんか懐かしい、なんか何でしたっけそれ。松田翔太がやってた CM でテンテンテンテレンテレンテ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 レン、ゴリマッチョとか。あ、いやいやいや、懐かしい。恥ずかしいですね。なんかでも世間一般の細マッチョってただのもやしやと思うんですよ、はい、ああそうっすね。ただ細いからちょっと筋肉が浮き出てるみたいな。あれもやしやってあんの、はいはいはい、ワンパンワンパンあんの。ジローのもやしの風上にも置けないっすね。デブの言い訳とかめっちゃもう言われとるし、なんか、いやじゃあ、細マッチョはもやしやよ。細マッチョ嫌い。やっぱ筋肉ですよ。もうちょっとなんか、剣王みたいな体になりたいですか。ああ、いいっすね。ラオウっすよね。ラオウみたいな。我が人生に一辺の悔いなし。言ってみたいっすけどね。いいね、本当に。まだ言えないっすね。そこまで僕やり尽くしてないっす。
人生、はい、これからっすね。だから俺最近思うんですよ、こう顔もともとある程度大きい方なんです。こう太ってきて顔に肉つくんで、はい、もっとこうね顔がでかいってよく最近言われるんですけど、はい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 、なんか体を大きくしたら顔がちっちゃく見えるんじゃないかなと。ケンシロウみたいな体でおれば顔これちっちゃくなるんじゃないと思って、はい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 、はい、ちょっと筋トレをちょっとガチろうかなと思って。ガチりましょう。それはアンパンマンではないからもう、そうだから本当にね頑張りたい、はい、ダイエット頑張りましょう。ある程度僕はダイエットというより筋トレというか筋肉つけたいですけど、実際行動にまで移してないんで、多分それほど。まあ筋トレきついっすよね。なんか習慣化するとすごい楽っていうけど、ね、ああですね、一回サイクルに乗ったらねできると思うんですけど、本当にね、あの現役のバスケやっとった時は、あ、バスケやってたんすね、筋トレすごいやってましたけど、はい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 、あの筋肉つけるには一回太らんやダメだからなって言ってますけど、本当はあれって脂肪燃焼してが筋肉ついてるんですよ。ああっすね、はい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 、はい、これ結構俺一時期あの筋肉についてめっちゃ調べとったからあれなんですけど、ああっすね、もうね結構俺の連れにもちょっとマニア的なやついるんですけど、はい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 、そういうちょっとまあバスケやった時はすごいガチってました。筋肉マニアの人との人の間の会話とかって、あ、来てますねとか切れてますねとか、いやそれはない、そこまでないから、え、一応バスケット選手やから一応ね、一応一応一応、いや強豪校だったんで本当に。あ、そうなんすね。めちゃめちゃ強かったですよ。インターハイとか出る出る。いや高校じゃないです、中学校。はい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 、中学校やったら中総体、くっそ強かった本当に。中総体って響きが懐かしいですね。全中層、全国中学校、はい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 、バスケット大会、うん、え、でもやっぱ女子とかもいてるわけじゃないですか。女バスも合同でやられるんですか。うわ、どうやったかなあれ。いや男子は男子でした、ね、あ、そうなんですね。そこにあの女子バスのあの子たちが応援に来るからこそ、よりいつも以上の力を発揮できるみたいな。じゃあでも俺それすごい痛いんですよ。何ですか。高校の時、はい、まあ、もう一個野球部があったんですけど、はい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 、はい、あのすごいもうなんか全校応援みたいな野球部、はい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 、はい、予選負けのくせに全校応援とか、はい、いやでもやっぱり野球部の待遇ってやっぱり違うっすよね。でなんか、はい、もう女の子とかすげえ来とって、ああもうなんか、ね、その応援来たら今日学校出席やよみたいな先生も、はいはいはい、予選負けのくせに、はい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 、俺ら あれですよ県16位やったかなに入ったのに、お、すごいじゃないですか。誰も来てない、本当にびっくりした野球部ってかっこいいっすもんね、ぶっちゃけ、うん、なんかやっぱり礼儀がなってる、礼節がなってる、所作もしっかりしてるし、なんか最後なんか応援ありがとうございましたしたーって続くのがもうまたなんか心に響くから、もうそんなしたー、皆さんのおかげでしたじゃないですけどいやあれはもうおかしい、予選負けのくせにやっぱあの野球部はずるいっすよ、かっこいいっす。サッカー部もかっこいいなと思うんですけどね、僕の中学校はサッカーなかったんで、そこがね、もうバスケ一筋ですよ。小学校5年から高校までずっと。そうなんですね。小学校やったら何やったっけかな、なんか言い方違うっすよね。ミニバスっすね。ミニバスっすね。ミニバスってどういう意味合いでのミニバスなんですか。もうまんまミニバスケットボール。コートも狭いし、ちょっと狭くなるんやったかな。高さも変わってくるんですか。なんか中学、今変わったのかな、でも分からんけど高さは全然違う。あ、そうなんですね。なんかそう、本当に結構変わりますね、うん、ボールのでかさも全然違うし、はい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 、はい、だからもうね、もう行く中学校が決まっとったもんで、はいはいはい、はい、で、もう強かったんで、すでに、だからもう俺らはもう
小学校のミニバス途中からもうなんかその中学校のボールとかでやってました。あ、そうなんですね。やっぱ早いうちから慣れとった方がいいですもんね。もうね、はい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 。一応俺らの2個上が全国ベスト16で、1個上が全国8位、はい、ベスト8、ベスト8、あと2回勝ったら優勝だ。俺らが全国3位やったんですけど。はい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 。全国3位って凄まじいですね。めちゃめちゃ強かった、本当に。まあ、そんな試合、出とったとかじゃないんですけど。はいはいはい。いやいやいや、もうね。バカみてえに強い、本当に。だからなんかもう、地元に、同じレーベルやと戦う相手がおらん、練習相手が。はい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 。だからもういろんなとこ遠征とか毎週で社会人と戦ったりとかしましたね。社会人ってもう大人と子供の中学生がですよ。体格も違うしね、あれも違うし。くっそ強かったですね。はい、まあちょっと有名な監督もいたんで、はい、全日本の、はい、あれやってたんですよ、アンダー10なんとかの監督が俺らのあれやったんで、はい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 、有名な人ですけど、まあなんか最後ちょっとバスケと自慢みたいになりましたね。また来週ありがとうございます。またお願いします。伸びましたね、コメント。怒っている監督に投げかけるすべもなく黙り込んだこと何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで伝え込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに皆さんのスポンサーの提供でお送りしました。